別品さんは2016年度下半期放送の NHK 連続テレビ小説第95シリーズの作品である。2016年10月3日から2017年4月1日まで放送された。2018年10月1日から2019年3月30日まで BS プレミアムで再放送された。ヒロイン。 バンドをすみれのモデルは、アパレルメーカーファミリア創業者の一人である、坂野厚子で、昭和時代の兵庫県神戸市や、大阪や大海などを舞台に、戦後の焼け跡の中で、子供服作りに邁進する姿を描く。2016年1月13日に制作発表。1月から2月に、ヒロインのオーディションが行われ、4月6日に、コン京子が2261人の中から、 選ばれたと発表された。方根の連続テレビ小説への出演は2014年の花子と案について2度目となる。5月16日には主要出演者が発表され、5月25日に神戸、北の偉人館街にてクランクインした。2016年6月30日にポスターとオープニング映像は清川浅美が担当することが発表された。 ホーコンの20歳の誕生日にあたる2017年2月28日、NHK 大阪放送局でクランクアップを迎えた。自作ヒロインへのバトンタッチは3月23日に行われた。本作には過去の朝ドラヒロイン経験者が3人、三倉真奈、菅野美穂出演した。自作、ひよっこ以降は BS プレミアムでの再放送の開始時刻が、 23時から23時30分と30分、繰り下げられ、23時開始は2020年度前期、エールまで途絶える。ロケ地ギャラリー1945年、スミレは赤子を背負い、焦土溶かした、神戸の街を涙ながらに見つめ、ある思いを抱いていた。月日は、流れ1969年、子供服メーカー、キアリス創業20周年式典で、 スミレは三人の共同創業者と共に壇上に並びながら、亡き母が教えたクローバーの四つ用の意味、勇気、愛情、信頼、希望、全部揃うと幸せになるの言葉を思い出していた。1934年、副職商社を営む58を父に持つ9歳のスミレは、神戸の山の手の屋敷で裕福な生活を送っていた。ある日、入院中の母、花のために、 ハンカチに刺繍を縫うが、うまくできず、周囲に微妙な反応をされ、屈辱を味わう。その後も上達しないスミレは、靴が針と糸を使って作られていると聞いて、気になり、屋敷を抜け出して、靴屋を覗きに行く。そこで、職人、浅田から、使う人への思いを込めて作ることが大事と助言を受ける。後日改めて母に刺繍のハンカチを作り喜ばれ。 余命わずかとなった母と楽しい時間を過ごしたスミレは、もらった人が嬉しいと思える。別品さんを作る人になりたいと誓い、天国へ旅立つ母を見送る。1942年、女学校の5年生になったスミレは、友人の良子と君への門辺に刺繍を施したり、彼女たちと手芸クラブを結成するなど、青春を謳歌していた。そんな中、 幼馴染みの清から出生の報告を聞いたすみれは、彼への恋心に気づく。しかし、清は姉、百合と結婚。すみれは、祖母、特子から両親が苦労を重ねて、事業を築いたことを聞いて、家を存続させる決意をし、女学校卒業後に、幼馴染みののりを、婿養子に迎え結婚する。仲むつまじい夫婦生活を送り、 やがてスミレは妊娠するが、ノリオのもとに召集令状が届く。夫の出生中にスミレは長女、桜を出産し、育児に奮闘しながら使用人らと共に家を守っていくが、戦局が激しくなり、父と姉らと大海の父の実家へ疎開する。そして終戦を迎えた時には、神戸の町や自宅は空襲で消失していた。叔父長太郎から退居を言い渡されたスミレは、 神戸に戻り、夫の帰りを待つことにする。制作で、預金口座が凍結されて、生活は窮地に陥り、清の助言や浅田の提案で、手芸品販売を始めるが、売れ行きは不振。そこで、来店客の反応や土日した妊婦、エイミーとの出会いで、需要あるものを供給したいと考え直したスミレは、子供福店の企業を思いつき、手始めに、エイミーのために、 西洋式のおむつを作るため、顔見知りのベビーナース、アケミを探し出して、教えを請う。スミレに嫌悪感を持つアケミは即座に断るが、彼女からの謝罪と母子で生き抜くために意識が変わった、ことを聞き、今回限りの条件で協力する。さらにエイミーから、ベビードレス制作の依頼を受けたスミレは、再開した良子と君への力を借りて、母の肩身ウェディングドレスを切りほど化粧品を、 完成させる。この共同作業をきっかけに、すみれの企業の誘いを断っていたりょうこと君へは、考えが変わり参加。話を聞いた、あけみも仲間に加わり、4人で、ベビーショップ朝屋を回転させる。回転ほどなく、りょうこは、接客に失敗して気を害し、君へは病弱体質に無理がたたり入院し家族に、反対され、それぞれ、店を辞めるアクシデントに見舞われるが、 良子は開店に向けて商品を作った気持ちを思い出し、君へは店の運営に強い希望を持っていることを夫、小一に認められて再び戻ってくる。高品質、母親の立場を理解した新域に加え定期的に明美の育児相談会を始めるなどし、店の集客は増えていく。そして近隣の広い空き店舗への移転を計画し店名を。 キアリスへ解消を決めたとき、消息不明だったノリオが帰還する。スミレを守りたい気持ちから、ノリオはスミレに経営から手を引くように要請するが、店が自身の居場所と宣言する、スミレの言葉を聞き、容認する。1948年、第一次、ベビーブームが後押しとなり、キアリスは少しずつ繁盛していく。ある日、 商店街で話題の店として新聞の取材を受けるが、掲載された記事は母親を兼ねる3人のみが、経営者として紹介された明美は落胆、スミレイは悔しく思う。同時期にリオを通して応急百貨店から納品依頼を受けたスミレイは、明美を含めた4人の店であることや商品を多くの人に知ってもらう機会として承諾する。 百貨店の売れない商品は廃棄されることを知り、さらに担当者の要求から商品に込めた4人のこだわりが失われることを危惧し、一度は取引を保護にしようとしたスミレであったが、百貨店の社長、大島に10日間限定の委託販売での出店を提案されて引き受ける。準備を整え出店に挑んだものの、開店から3日間の売り上げはゼロ。しかし、ポスターを急遽作成。 掲示して、子育て世代の呼び込みに成功し、最終日を終えての売り上げは、百貨店の予測の3倍になる。そして、大島からの打診で、百貨店内に、キアリスの支店を置くことが決定するが、同時期に、バンド家の使用人、キヨが入院し、スミレイは、仕事の傍ら家事育児を一手にこなす。支店の開店前日、スミレイは、夜中まで準備に夢中になり、 百貨店に閉じ込められる。翌朝を帰宅して、乗り用から平手打ちを喰らい、意ご気まずい夫婦仲が続きながらも忙しく奔走する、すみれは過労で倒れる。そして3日間の安静生活の中、桜の成長や悩みに気づき、夫婦のあり方について改めて考え、さらに従業員たちの充実した様子を見て、回復後に、キアリスを辞める。こうして、家族関係は、 円満になっていくが、子育て中の母親や子供たちのために生き生きと、キアリスを補助する、スミレの姿を見て、ノリオは、複雑な思いを抱く。折シも、将来のバンド営業部の経営者として適正に、合わず苦悩していたノリオは、バンド営業部を退職。スミレに復職を進め、自身は、キアリスの経理職への転職を決める。大島の勧めで、 1949年に、キアリスは法人化する。けじめをつけようと、ノリオは朝礼を実施し従業員は、名字で呼び合うことを強要するが、スミレたちはやりづらさを感じるようになる。妊娠したユリの話から、キアリスを、子供用品がすべて揃う店にしようと思いついた、スミレイは、アケミ、リョーコ、キミエと話し合い手始めに、子供用の食器の販売を決めて、 発注の手配をするが、事前相談がなかったことや、経理的な事情からのりおに出席される。しかし、浅田や清は、すみれのアイデアや行動力を肯定し、しぶしぶのりおは、販売を許可。結果、出来上がった食器セットは、大ヒットし、東京の松島やデパートからも出店依頼が舞い込む。これらの結果やすみれの懇願もあり、のりおは、 従業員が互いを名前で呼び合うことを許可する。そしてキアリスは、アメリカの家具業者と取引を始めるなど、子供用品の総合点を目指していく。1959年、キアリスは、皇太子の子息の用品の御用達に指名されたことも、あり、全国から客が訪れるほどの有名店になる。人手の限界を感じたスみレたちは、それまで縁故採用していた人材を、初めて募集。 第9百貨店からは、百貨店の顔となる展示を任され成功を収める。一方、取引するメリアス工場がファッション会社、AS に買収され、キアリスは生産の危機に瀕するが、58の起点や、AS の社長、栄タスクの温情で取引が継続される。こうして、専務となったスミレと、同じく社長に就任したノリオが、店の経営に奔走する中、 思春期を迎えた桜は、両親が家庭よりも仕事優先で特にスミレが、不在がちなことに気移し、ジャズ喫茶やナイトクラブに通うようになる。スミレに咎められ感情が爆発した桜は、翌日に家出をして、清し、ゆり夫婦の家に身を寄せ、両親に対して固く心を閉ざす。しかし、スミレは、ジャズ喫茶の店主、鈴に説得され、桜も、 失恋やキアリスでのアルバイトや友人、5月の出産を通し、考えが変化していき和解する。1969年、キアリスは創業を20周年を迎える。従業員数は3桁に増え、本社も三宮のビルに転居し、大企業になっていた。デザインの道を志し大学卒業を経て、アメリカ留学から帰国した桜は、君への息子、健太郎と共に、 両親の反対を押し切って、キアリスの採用試験に臨み、揃って優秀な成績で合格。1970年に入社する。入社当初は、先輩から厄噛みを受けたり、すみれたちの意図が分からず企画が通らないなど苦労をするが、母の仕事に打ち込む信念を悟り受け入れられていく。やがて桜は、ケンタロウと結婚し1973年に愛を出産する。 スミレイは、キアリスに新事業を開拓し、急速に進めていく。ケンタロウを見守る。一方、元来のキアリスの姿から離れていくことに複雑な思いを抱くようになる。ある日、ノリオがビデオカメラを購入したことをきっかけに、スミレイは、キアリスの育児をテーマにした映画の制作を思いつく。映画制作の過程や出来上がった作品を見た、ケンタロウは考えを改め、新規開拓よりも、 元来の経営を重視していくことを決める。同じ頃、清の進める銀座のビルで、キアリスの出店計画が持ち上がる。そこで、スミレたちは、かねてより目指していた子供用品の総合店、キアリスワンダーランドを構想するが、不動産購入資金の工面が難しく断念する。しかし、桜とケンタロウたちはスミレたちの夢を叶えるべく、かつてのキアリス本店の場に、 キアリスワンダーランドを創業する。こうして、次世代の活動を見て安堵したスミレたちは、1975年経営陣からの引退を決意。隠居生活を送り始めた矢先、子供服店開店当初に上渡したワンピースのお直しの依頼を受けたことをきっかけに、キアリスにお直し部を設立し、引退した仲間たちと再び仕事に取りかかる。1984年、 1> 月一回の勤務となり、自宅で過ごす日が多くなったスミレは、春休み中の孫の愛を預かる。写真に興味を持つ中で、カメラの仕組みが気になった愛は、無断で、ノリオからもらったカメラを分解し、さらに、塾の春季講習を連日無断欠席していることが、発覚する。一時は、気が動転したスミレだったが、夢に出てきた両親に指摘されて、愛が、 自身の性格に似ていることに気づき、優しく悟す。後日、スミレと3人の創業者は、愛が撮ってくれた写真のお礼に、クローバーとカメラを刺繍した写真入れを作って送り、4つ、用のクローバーの意味を教える。写真入れは、公表されて、愛の学校のクラスメイトの分も作ることとなり、たくさんの写真入れを作る中でスミレと3人の創業者は、 送る相手の子供たちのことを想像し、楽しむ一方で、4人の友情を再確認する。ある日、スミレは、かつて母が教えてくれたように、桜に刺繍を教える。過去に出会った人々の思い出を回想しているスミレに、愛が駆け寄り、見つけた4つ用のクローバーを手渡すのであった。神戸、万道家の人々、野上家の人々、田中家の人々、キアリスの人々、キアリス大。 九百貨店支店の人々、キアリス製作所の人々、キアリス従業員の家族たち港町商店街の人々ジャズ喫茶、ヨーソローの人々その他の神戸の人々58と、花の出身地。大見、坂東家の人々その他の大見の人々梅田、闇市の人々戦後の坂東営業部の人々元はは58が立ち上げた、復職商社。 戦時中に統廃合され事実上消失するが終戦後に清志が再建。婦人服、ブランド、オライオンを取り扱う。昭和34年の時点では社名をオライオンに変更している。大9百貨店の人々ファミリアの成長のきっかけを作った半急百貨店がモデル。私たち幸せの四つ用のクローバーと題し、 一般公募で寄せられた4人で写った写真を紹介する。第13週は2016年12月26日から28日までの3日間。第14週は2017年1月4日から7日までの4日間に放送された。スペシャルドラマ、恋する百貨店のタイトルで2017年4月29日に NHKBS プレミアムで19時から19時59分に放送。 本編第17集で突然明かされた、第9百貨店営業主任、小山と子供服店、キアリスの売り子、エツ子の結婚。その裏で繰り広げられていた、小山小太郎の純愛物語。スピンオフラジオドラマ、卵焼き同盟のタイトルで2017年5月4日に、ラジオ第一で22時10分50分に放送。女学生時代。なぜスミレは、 手芸クラブを結成したのか。その謎が今、明かされる。朝ドラスピンオフ発のラジオドラマベッピンさん特別編、忘れられない忘れ物、洋ソローの1日のタイトルで2017年5月6日に、NHKBS プレミアムで19時から19時59分に、放送、本編第15から20週に登場したジャズ喫茶、洋ソローを舞台に、オムニバス形式で繰り広げられる。ヒロイン、 高ココンはストーリーテラー。喫茶店修行活字と5月の怪しい関係、もう一つのキアリス、縫いしスターズの野望店長の謎節子が挑む、怪事件サスペンス男たちの告白、栄タスクとたけしが明美をめぐって、直接対決。満月の夜に引く不思議なお香りで天国から、あの人が。初回視聴率は21.6%。第2週は2015年度前期。 前の最終週以来、週間平均視聴率20%割れとなったが18から22%内を推移し、第3週以降は週間平均視聴率20%超えを維持し続けた。2017年1月20日放送第90話で、単独での最高視聴率22.5%を記録するが、終盤の第23週以降は視聴率が20%を切ることが多くなり、 再び週間平均視聴率20%割れを連発する。その結果、期間全体の平均視聴率は20.3%と20%超えを達成できたが、最終回の視聴率については19.8%を記録し、2009年度後期、ウェルカメ以来7年ぶりに20%を下回った。木村隆は、制作統括の三木和樹が、スミレの設定について、 決して先頭に立ってリードするような女性ではないと話していることを受け、スミレのセリフはヒロインにしては少ない分表情や仕草をしっかり見せることで感情表現していると公表する一方、老齢期のスミレを演じる実年齢19歳の宝根のみずみずしさが演技力や演出やメイクなどで隠しきれなかったと指摘した。主人公のモデルの孫にあたる ファミリア社長、岡崎忠彦は、主人公、スミレを演じる宝根の可愛さや、史実やファミリアの哲学を取り入れた、ストーリーなどに好感を述べた上で、実際の坂野厚子の性格は、スミレよりも姉のユリに似ていると評した。NHK の木田幸則放送総局長は、群像劇として、ユニークな世界を描こうとしてくれたと評価し、女性らしい肌触りのいいドラマ。 優しい作風と表現した。ライターでドラマ評論家の聖馬霊一と作家で五感生活研究所代表の山下由美は総評として主人公の口癖を引用し、なんか、なんかなと述べている。聖馬は戦中に青春を過ごした母、すみれと戦後に思春期を迎えた娘、桜の対立を主軸に置いた物語の中盤を公表する一方、終盤は 対立する敵役を描けない、無理やり晩年を描こうとする、主演の若手俳優に老人役を演じさせるといった、近年の朝ドラが抱える問題により物語が迷走し、見ている側が、なんか、なんかなと言いたくなる終わり方と述べた。山下は、番組開始当初は実在のモデルの人物像から、激動の時代の中できっちりと、 企業理念を保ち、質の良い子供服を丁寧に作り上げていく、女性創業者の格闘ぶりが、神戸の街の魅力と共に描かれるのだろうと期待したが、それらがほとんど伝わらずに、対人関係における、ありふれた小エピソードが多かったと指摘。その結果、親にとって恋イコールペピンという物語を、半年間延々と見せられたと思うと、なんか、なんかなぁと表紙。 朝ドラにおけるモデルとは何なのかをよく考えてみる必要がありそうだと述べた。上智大学文学部新聞学科教授でメディア評論家の薄井博義も山下と同様に期待外れやモデルの選択自体にどこか無理があったと述べ物語の展開に起伏がないことにより退屈でテンポが悪い旨を指摘。 さらに主人公のスミレが暗く人間的魅力にあふれた人物に見えなかったことや、夫、ノリオの存在感の薄さ、主人公の恵まれた環境などに視聴者が感情移入できなかったと推測した。駅レビで本作のレビューを連載していた、木ま冬不義は 4K 対応カメラを使って濃淡のある画面を作り神戸の異国情緒を感じさせるファンタジックな味わいに導いたことや、 会話で話を進めるのではなく、画で見せるところや、語られない部分を想像させるように意識された、渡辺千穂の脚本を評価。それらは、本作と、同じく戦中から戦後にかけて、関西のアパレル界を舞台にした作品である、連続テレビ小説、カーネーションを意識し、カーネーションの好評だった部分を活かしながら、女性のたおやかさを大切にした上、 主人公が置いたところまで一人の俳優に演じさせることに挑もうとしたと推察した。一方、不特定多数の視聴者への配慮や表現への模索などを試行錯誤した結果、真のある主人公という当初の設定が覆い隠されたと指摘し、SNS やツイッターの意見に影響されない作家の真が必要ではないかと総括した。神戸市中央区の神戸元町商店街や、 メリケンパークをめぐる街歩きツアーが静かな人気を呼んでいる。この記事は以下のカテゴリでも参照できます別品ぴさんスペシャルドラマ、恋する百貨店に関するカテゴリ別品っさんスピンオフラジオドラマ、卵焼き同盟に関するカテゴリ別品っさん特別編、忘れられない忘れ物、要素ーのついたちに関するカテゴリありがとうございます。